前傾前通寺は、香川県前通寺市にある寺院。新言州前通寺発送本山。屏風浦子竹山誕生院と合する。本尊は、薬師如来。四国八十八箇所霊場の、第七十五番、新言州十八本山一番札所。和歌山県の高野山、京都府の洞寺と共に、工房大師三大霊場に数えられる。平安時代初頭の八百七年に、 新言集会祖、空海の父である、再起伝校を会期として創建された。広大な境内は、創建地である当院と、空海生誕地とされる祭院に分かれている。本尊新言、御コロコロ仙台里まとうに相和かご栄か、我が妻は世よも消え果て事前通じ深き誓いの方の、ともしび教院、当時本尊、新言集十八本山、さぬき三十三観論、 七カ所参り、千有寺、四国八十八カ所、万願の明石近藤空海は、佐抜国、現在の前通寺市の出身である。多戸君病部ら前通寺の木によれば、前通寺は、空海の父で、地元の豪族であった、佐伯殿港から、土地の寄進を受け、大道二年に混流し始め、公認四年に落成したという。空海の日東中の市であった経過が重視していた。 長安の清流寺を模して混流したと言われ、創建当初は、近道、王道、高道など十五の道具であったという。次号の前通寺は、父の名前である佐伯義道から取られ、三号の五竹山は、弘色山、筆山、画灰寺山、中山、か上の山の五つの山のふもとにあることから、命名された。前通寺の文献上の所見は、当時より文書に収められた、 関人二年の、さぬ国前通寺司会という文章である。ここで前通寺は、当時の町寺として登場し、工房大師五五根流、大師五霊所とされ、空海の先祖による創建だとする伝えが古くから存在したことがわかる。境内からは、白宝から奈良時代に遡る古河原が出土しており、前通寺は、実際には、 最近一族の宇治寺として創建されたのではないかと推定されている。本格的に交流を迎えるのは鎌倉時代に入って天皇や上皇からの庇護や荘園の寄進を受けてからである。この保護の背景には平安後期に広まった弘法大信仰があり、誕生の地に伝わり空海の実質とされる春木大師像への通敬がある。県庁元年、 道のりの時誕生院が混流され、東の仮乱、西の誕生院という現在の形式が出来上がった。鎌倉時代の全通寺の本寺は、当時、随心院、大覚寺、再び随心院と変転しつつも、室町時代以降は、足利市の被護を受けつつ、自律的経営を目指した。元徳三年より、中高の祖といわれた、が居住し、五などの書道を再興し、 略王四年には、初代誕生院住職となる。永六元年、三好実宮の陛下に愛が乱を消失するが、天正十六年に、伊駒近政から二十八国、伊駒和政から三十五国の寄進を受けたことなどで、立ち直る。近世には、高松松、平家や丸亀京国家の庇護を受けて、大いに栄えた。 近世の全通寺の資料は少ないが残された絵図類などから、近藤や五十塔などの再建に奔走する傍ら、祭院の三影堂を中心に三景空間を充実させ、19世紀前半には完成したのが見て、取れる。また、明治に入ると付近に陸軍基地が置かれ、軍都として発展した。現在も陸上自衛隊全通寺駐屯地がある。江戸時代まで、 現在の当院である全通寺と現在の祭院である誕生院は別の寺院であったが、明治初年に単一の寺院となった。昭和6年大本山に昇格して官庁寺となり、新言を野派を新言宗全通寺派と解消し、昭和16年には新言宗全通寺派層本山に昇格している。全通寺には数万点にも及ぶ文書、 記録類が所蔵されているが長らく、手付け数であった。しかし、平成12年から創建1200年記念事業として、地元の香川県立ミュージアムにより、調査、リスト化が進められており、調査報告書などが刊行されている。火料瓶が行動後より、左から50頭、近藤、コンピラ山南大門から入ると右に50頭が、そびえ、正面に本堂がある。 本堂手前を左にまっすぐ進むと、中門で当院を出て、達中寺院の間を行くと、祭院に至る。二十日橋を渡り、二王門、回廊を経て正面に、大師堂がある。農協所は、二王門をくぐって、すぐに右に行けばある。地後大師三影池祭院境内五十頭南大門、入って、左の奥数三定五秒、以下六件は2009年11月二日。 登録以下19件は2010年4月28日、登録49あったと言われる途中のうち現在は以下が残った。ありがとうございます。